はい、リュンです。今回はバンガードやってみたいと思います。今回あのこのクーパーカービン初使用でやっていくんで、シップメントいいですね。シップメントでやりたいなと思ってたから。でもこれ最初からなのかわからないけどね、多分最初からだと思うんで、12対12、最初からだと思うんだけどね。初仕様でやっていくんで、もうすでにレベル上がってるんだけどね、武器レベルは。シップメントアサルト6対6チームデスマッチ、ダストンで見たいと思います。あ、最初からだ。今回渡る前のクラスのクーパーカービン初仕様でやってみたいと思います。サイトは武器レベルになってるんですよね。わっとサイト外してるんですよ、初仕様なんで。新しいあのオペレーターのお気に入りの武器で、これ武器レベルが上がってるんですよ、それせいで。使いやすい。あ、レベルアップした。もうちょっとサイトなしでやってみるか。シェルターから来るの、走ろうか。もうちょっとサイトなくてもいけるよ、これは使いやすいね。ちょっとよくないな、あんまり。武器ランクアップ、キル多くやりたいんで。あ、今右に行ったな。すごいあるんかな。14、よしよし、17。18、終わりか。まあいいか、これでやってみるか。はい、今回シップメントのチームデスマッチ、アサルト6対6でクーパーカービン初使用でやってみました。成績がね、18キル17です。プラス1ですか。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。